サムラ、トラビス、ミキヒサは沖縄県議のワン氏出身の元プロ野球選手。ウトウミギウチ。ジップはアフリカ系アメリカ人。NPB では横浜 DNA ベイスターズに在籍していた2014年シーズンからミドルネームのトラビスを登録名に用いていた。小学6年から軟式野球を始めた。普天間中学では3年時から投手を務めた。 沖縄県立浦添商業高等学校に進学すると2年次夏の沖縄県予選で初登板し最速時速1 4 2トルをマークした。しかし秋以降は成長痛の影響もあり登板が減少。3年次夏の沖縄県予選では背番号16で主にリリーフとして登板。自己最速の時速1 4 4トルをマークするも チームは3回戦で、中部商業校に延長13回の末に4から5で敗退した。2011年10月27日、プロ野球ドラフト会議で横浜ベイスターズから6巡目で、指名。11月19日に、契約金2000万円、年俸480万円という条件で契約した。背番号は68。二千十二年には、点二軍を通じて一試合も、 当番しないまま、11月1日に、球団から一旦戦力外通告を受けた。翌2013年からの育成選手契約への移行を念頭に置いた措置のはずだったが、実際には、球団フロントがトラビスに、翌年の契約書を記入させた後で、戦力外を通告。通告後に球団が NPB へ確認したところ、支配下登録選手と育成選手契約を、 結ぶためには戦力外通告を経なければならないという野球協約の規定に抵触することが判明した。このような球団側の不手際によってトラビスは一時自由契約選手扱いで12球団合同トライアウトの参加や DNA 以外の球団への移籍が可能な状況に置かれた。トラビス自身は野球協約での規定に沿ってトライアウト終了後の11月9日に DNA 球団との間で育成選手契約を締結。背番号も114に変更した。ちなみに同期の小村徹も同じ過程を経て育成選手契約に移行している。2013年にはイースタンリーグ公式戦4試合に登板。0勝1敗、防御率2.70という成績を残した。シーズンの終了後には NPB から 自由契約選手として公示された後に11月19日に育成選手として再契約へ至った。2014年には1月7日に登録名をトラビスへ変更。イースタンリーグ公式戦ではストレートで最速時速 151km を計測した。しかし公式戦にはこの試合へ登板しただけで10月3日に戦力外通告を受けた。 10月31日付で NPB から自由契約選手として公示。2014年11月12日に阪神タイガースがトラビスと契約したことを発表した。育成選手としての契約で背番号は118。2015年には阪神球団が BC リーグの福井ミラクルエレファンツと業務提携を結んだことを背景に同リーグの後期限定で 福井に派遣。福井では、主に先発投手として、リーグ戦17試合に登板した。その一方で、派遣前には、ウエスタンリーグ公式戦4試合へ登板。1勝0敗、防御率0.50という成績を残した。故障に見舞われ続けた DNA 時代から一転して、故障と無縁でシーズンを終えられたことから、11月13日には、 育成選手としての再契約に至った。2016年にはウエスタンリーグ公式戦1試合に登板したが10月1日に球団から戦力外を通告。10月31日に NPB から自由契約選手として公示された。NPB 他球団での現役続行を希望していることから二千十六年十一月十二日には阪神球団の本拠地 阪神甲子園球場で開催の12球団合同トライアウトに参加。参加42投手で最後に登板するとシートバッティング形式で対戦した打者3人を無安打に抑えるとともに一つの三振を奪った。2017年からは福井時代に同僚だった野原雄也が監督を務める社会人チーム OBC 高島に入団したが、 2018年をもって退部した。2019年4月30日放送の週刊エグザイルでディープボーカリストオーディションに参加している様子が映された。投資経験は浅いながらも193センチメートルの長身から投げ下ろす最速時速151キロメートルのストレートと落差のあるフォークが武器。ありがとうございます。